こんにちは、ゲーミングお母さんちゃみです。私は今ですね、車を走らせて銀だこさんに向かっております。ファミリーパックが、今月の28日から発売されたということで、私まだ炭治郎のお味しか食べていなかったので、今日はちょっとね、日が経ってしまったんですけれども、慌てて買いに行っている途中でございます。クリアファイルがついているそうです。で、第1弾、第2弾、第3弾、第4弾と続いていくということで、これがね、全てのクリアファイル揃ったら一つの絵柄になるみたいです。で、なんとかコンプリートさせて、つなげてニヤニヤしたいなと思っております。行ってみよう。というわけでやってまいりました、築地銀だこさんです。おお、やってるやってる。こちらのコラボはやっている店舗とやっていない店舗がありますので、皆さんホームページをチェックしてからお出かけくださいね。今回の銀だこさんと鬼滅の刃のコラボのミニキャラ、可愛いですよね。もう本当に見とれるぐらい可愛い。なんていうの、プニプニしてません、キャラクターが。可愛いよね。おお、焼き上がってる。お店中に美味しそうな匂いが広がっています。私はもちろん団らんパックを注文しました。待っている間、お店の方のスティックさばきにめっちゃ感動してました。お店の前はたこ焼きを買う人であふれ返っておりました。私がざっと数えても20人ぐらいはいました。いやー、鬼滅で経済回ってますね。待つこと20分、ようやく私のたこ焼きにデコレーションが施されています。いやー、それにしてもよく待った。俺は長男だったからじっと待てることができたが、次男だったら無理だっただろう。20分も待ったんだからということで、私は贅沢団らんパックにしちゃいました。2種類のトッピングができます。いや、2種類じゃ足りないということで、プラスアルファ差額を払ってもう1トッピングしていただきました。ネギだこ、てりたま、チーズ明太子。いやー、贅沢にも程がある。めちゃくちゃ楽しみ。私の団らんパックが出来上がりました。では、フードコートに移動していただきたいと思います。レッツゴー。フードコートに移動しました。いい匂いがしております。焼きたてほやほや。見てください、この可愛らしいパッケージは。かまぼこ隊と、そして煉獄さん、うずいさん、牛さん、しのぶさん、4人の柱の皆さんが一緒にパッケージングされています。めちゃめちゃ豪華ですよね。はい、それではですね、こちらの箱の方をご覧いただきましょう。サイトの方も見て見て、これよく見て、めちゃめちゃ可愛いやんかい。ただ一つだけ残念なことがあるんですが、このパッケージングに直接たこ焼き入れていただいたので、ふにゃふにゃです。とりあえず洗ってみようと思います。あ、そうそう、裏も見てください。裏はこのような感じで遊郭編になっておりました。いやー、もうもったいない、食べられへん。いや、いただくんやけどね。いやー、もうでもね、これとりあえず拭いて持って帰ろうと思います、私。ふにゃふにゃになってますけどね。では開けてみましょう。オープン。パカ。はい、出てきました。右からネギだこ、真ん中がチーズ明太、そして一番左がてりたまとなっております。では、まずこのネギだこからいただきたいと思います。素晴らしい。見てください、この一粒の大きさを。もう本当に幸せになってしまいます。こちらはチーズもち明太、伸びております。美味しそう。熱いからね、気をつけて。あちっ、あ、熱かった。あ、ご安心ください。ナレーションだけで黙食しております。チーズもち明太は女子なら絶対好きでしょう。これ嫌いな人もいませんよね。本当に最高でした。では最後にてりたまいただいていきましょう。もうこんなん食べなくても美味しいってわかるやん。めっちゃめちゃ美味しかったです。いやー、もうね、てり焼きとそれから卵、ゴールデンコンビなわけですよ。もうこんなん美味しいって。私、この団らんパックを食べるために今日の朝
かってかなり遅い時間にいただきましたので、パク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 いただきました。もう本当にブラックホールのように私の胃袋に吸い込まれておりました。ただめちゃめちゃ美味しかったんですけれども、さすがの私も6個だけ残ってしまいました。まあでもね、残った6個はこうして鬼滅の刃のだんだんパックのボックスの中に入れさせていただいて、お持ち帰りさせていただきました。あ、その日の夜に再温めして6個いただきましたよ。美味しかった。たこ焼き美味しかったな。じゃあ最後にいただいたクリアファイルを見ていただきましょう。こちらが表です。可愛いミニキャラの皆さんが写っております。煉獄さんもとっても可愛いですよね。そして裏がこちらです。炭治郎とねずこちゃんになっております。あー本当に可愛い。なんかねもうずっと見ていれるんですよね。たこ焼き本当に美味しかったです。銀徳さん素敵なコラボありがとうございます。第2弾が始まったらまた